フルコンで結構膝蹴り使ってたんですけど、まあ、それをフードの試合でも結構狙ってて、結構相手がこうフック打ってくるに対してカウンターでこう膝蹴りを結構狙うんで、これは今回も入りましたね。フルコンでも結構こうパッと来た相手に対してこう膝を合わせるのはやってるんで、それをそのままちょっとガードを上げて顔を盛らないようにして蹴るっていうのは狙ってます。今のだとガード上がってるっていうのも、はい、あまりちょっと、はい、この場合はちょっと、はい、そんなないんですか。あ、フルコンの時はそうですね、その構え自体はちょっと低いですね、うん、顔面あるとちょっと顔くるんで少しこう高めにしてもらうというところですね。あと空洞で使ってて空洞で使われている空洞で使ってて今のまさに全部そうなの。今の横で使ってて空洞で使ってるのかな。そちら逆もそうだからさ、うん、フルコンのちょっと戦い方変わっちゃうかな。でもやっぱそのフルコンでも意識してるのは無駄な攻撃を極力もらわないっていうのをやっぱ意識してるんで、例えばこう相手がこうパンチ打ってきたのもこうスレスレで極力かわす。これフルコンでも一緒で結構胸打ってくるこう後ろに下がって避けたりとか、結構下積みのこれ下積みのこれもこうやって避けたり、ああそうか、お前切りかな、相手がこうお前切りした時にこういうのはどっちでも使いますね。フードでも、フルコンでも、はい、フルコンで これで受けて使う人ほとんどいないんで、でも どうなんですか、いますかね、いますよね。だから腹で頑張ってるんですよね。そうですね、頑張る人が多いんで、あんまりいないんで、ないかな、腹で取りそうです、いない。これは最近増えてきたけど、いろいろね、冗談受けたり、うん、受ける人はほとんどいないんで。結構こう下突きパッと打ってきたときにちょっとずらすだけでも威力が落ちるんで外したりとか、あとはこう打ち合いの中で相手が膝切りしてきたときにちょっとこう外したりとかっていうのはやりますね。この結構この間合いのコントロールというかはやっぱりどの格闘技でも有効なのかなと思います。ただあれですよね、手数で来る選手は下突きを有効、どんどん出てくる、はい、これはしたらまずいですよ。いや、要所要所でってところですかね。例えばその連打でバン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 と来る相手に対して、うん、ここでやって何もしなかったらずっと打たれてしまうんですけど、うん、その相手の決めのパンチをスッと読めて返せば、こっちのペースになると思うんで、相手のリズムになってしまう前に、うん、そのリズムを自分に戻すというか、相手の決めの攻撃に対してそれをもらってしまったら、相手のリズムがそのままついてしまうので、そこをもらわないように少し外して打ちに行くっていう、その攻防の競り合いですかね。視聴者には伝わりにくいな。今回の時もパンチで圧力をかけた、はい、かける側だったんですけど、はい、それを逆に相手にどういうふうにするのか。今回ちょっと稽古不足でスタミナに不安要素があったんですよ、うん、で、やっぱスタミナないんで打ち合いたくないじゃないですか、うん、打ち合いたくないんで、あ、やだなと思ってこう初めからこう逃げてしまうと逆に相手勢いづいちゃうんですよ、うん、自分
分フルコンの試合の時も必ずやろうと思ってるんですけど、初めに絶対自分から当てる、でかつ強いのを当てようっていうのを意識してるんですね、初めに。結構そのフルコンタクトの試合だといきなりこうバチーンってインドを強く蹴ったりとか、あとは強くこうバチーンって中段蹴ったりして、あ、こいつ攻める気相当あるなと思わせることで相手がちょっとプレッシャーが弱くなるんですね。で攻撃を減らす、でその後に自分のペースで戦っていくっていうのをやってて、で空洞の試合も同じで、初めからやっぱこう下がってしまうと相手よりプレッシャーが出てくるんですよ。なので極力初めに自分からこう前に出てこう当てに行くよっていう風にしておくと止まってくれるんで、逆にその攻防が少なくなってスタミナ温存できる。さっきのフェイントでしょ。そう、フェイントでまさにこう前に出てこう軽く当てるよとか、こういうやりながら少し圧をかけて、実際にこう攻撃はさほど出してないんですけど、相手からするとプレッシャー感じるんで止まってくれると。で前半はスタミナを戻して後半により攻めていくっていうことですね。それも喧嘩必死の方じゃないですけど、はい、相手に張ったりかますと。ああ、それはあると思います。はい、あとはそのプレッシャーかけるときも、プレッシャーかけてるんですけど、相手が何か攻撃してきたら全部すかせるように常に防御を意識しています。プレッシャーかけて当てる当てるよって言ってて、その時に例えばこう来てロケットをパッとこう外せるように体重バランスは取ってますね。すぐ受け入れるようにとか、すぐかわせるようにとかっていうのはしてますね。さっきあの訓練の時間がありましたけど、はい、逆に相手がこうちょっと話した組み合わせを、はい、得意なタイプ、はい、あの捕まえようとしてきた場合にどう対処したらいいですか。組み合わせ得意な選手だと結構こう密着してくるんですよね、はい、こういうふうに、はい、こういうふうにこのようにこう胸が完全にくっついてしまう状態、はい、この状態だと膝蹴り入らないんで、はい、まあ、この状態から腰をこう押すと同時に足引きます。これ足引くだけでもダメですし、押すだけでもダメです。同時に引くと、次これをパッと離すことで相手がこうぐーっと近づいてくるんで、その力を利用して。ごめんごめん。この密着して状態からパッパッパッ、こんな感じですね。これでさっきのジュニアのフルコンじゃないですか。あ、こうフルコンでもこれ結構自分使うんですけど、はい、こういうところから突きを打ちながら足を引いて、で戻すときに蹴ると。これ結構フルコンでも有効で、単純にこう引いて、うん、蹴るだと、もうその引いた時に相手が攻撃してきてしまうので、その攻撃を止めるためにも、まず自分がついて、で、つなげるっていうのは有効かなと思いますね。うまくこう、ここから、前に突くと、膝とか、ですね。これはまあフルコンの時に使ってたのを、組でもちょっと応用してます。左利きの得意な選手はやっぱりすごい密着したときに出せますけど、はい、あの下手な選手は密着したらもうそれで何もできなくなっちゃうパターンがあるんですけど、はい、そこを解決するためになんか今の突きながら前に蹴るのもそうなんですけど、はいはい、膝蹴りが使えない選手ってことですかね。そうですね。もしくはその使いたいけど、あの、うん、密着した時に膝、まああとはこうやっぱ結構流行りの桃膝ですかね。ですかね。
それだったらまあそんなに難しくないのかなと思うんですけど。確かに、はい、今下入ってから上上上それ上手いってでしょ。でももう膝蹴りがもし得意じゃないんだったら、やっぱこう胸合わせた時にやっぱうまくこう回りするしかないですよね。密着して例えばこう肩で押すとか、あとは腕が入ってるんだったら腕で少し一瞬だけこう押してバッとかなってきちゃうと思います。はい、じゃあ福島県の肘じゃないですか、海外の選手で、ね、いますか、これは新曲集の世界大会だったら、はい、ああでかいやつは、でかい人は力使えないですけど、はい、野次先生の、あ、そうなんですか、昔野次先生がこうやりましたこれでそこまであれじゃないですか、ああ、ここの感じですね、怖いですよね、そうです、まあ、痛いけどね、うん、そんなに、うん